夜景が。雨の東京の100万ドルの夜景をご覧いただいています。ちょっとスカイツリーは見えなかったのかなという感じはしましたが、今私はですね、東京池袋にあるサンシャイン60秋を楽しむイベントに来ています。至る所にね、モミジが配置されていて非常に綺麗なんです。奥はもっと綺麗なんですよね。何がいいって、今日のような日には雨に濡れませんし、駅から近いですし、虫刺されもないですよというモミジを楽しむイベントですね。さあ、ではここでクイズですね。このたくさんのモミジをですね、デコレートしたあるものが映え写真で今人気なんです。このモミジをデコレートしたあるものとは一体何でしょうか。池袋サンシャイン60の展望パークで行われている秋を楽しむイベントにお邪魔しています。まあ、うっすらと暗くなってきてですね、幻想的な雰囲気になってくるんですね。こちら何といってもいいのは芝生が敷かれてありましてね、芝生に寝そべって紅葉を見ることもできますし、カップルは愛を語らっていますね。そしてあの窓際でですね、こうやって夜景を見るのもこれなかなかオツだなということでね、さあ、ではあとね、アロマが焚かれていて、あとはヒーリングミュージックも流れてるんで、すごくなんかね、ゆったりした感じになる場所ですね。ではクイズいきます。あ、そう、カップルです、カップル、あまり言ってください、すいません。ですね、はい、クイズですね、はい、あのモミジをデコレーションしたあるものを持って映え写真を撮るのが今人気なんだそうですが、あるものとは何でしょう。なんとなくイメージ分かりました。いや、分かんなくて広すぎて、うん、なんかちょっとなんか食べ物なのか、なんか着るものなのか、動物とか、なんかちょっとヒントないですかね。違う違う、あ、持ち物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 、もうでね、もうすごいヒント言っちゃうと、今日みたいな雨の日は皆さん傘を持ちます。傘ね、ちょっと寝そべって寝そべってね、答え言おうと思ったんですけど、もう答え言います。はい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 、はい、答えこれ、ちょっとヒント出しすぎた。すごい、傘です。いい、いい、いいと思います。すごい綺麗です、はい、いいですか。うん、とてもいいです。素敵ですよ、はい、こんな傘があって、これそう、実はあの入り口にフォトスポットがあって、さっきあのモミジをパーッと空に上げていて、あそこで写真を撮ることができて、今日は特別にね、奥の方まで持ってきてみました。特別にね、はい、ということで、ホランさんを前にしてちょっと恥ずかしいんですが、私も写真を何枚か撮ったんで、皆さんで採点してください。ジローラもさすが、日中だとまた違う、そんな笑う、うん、ちょっと外の明かりが強いけど、はい、これは夕方ぐらいだと思っていい感じに、ね、かな、いいですね、きっと乗ってますね。あ、そうそうそうなんですよ、うん、うん、乗ってる、ゼレが1ミリも感じられない、ありがとうございます。さすがベテラン、あ、どうですか、いいです、さすがベテランはやめなさい。ありがとうございます。まあ、あの行楽の秋に続いては、あの芸術の秋ということで、週末になるとね、これ分かりますかね、食品サンプルを作るワークショップなんかも行われていて、子どもたち、まあ、親と一緒に、ね、作るのがすごく、ね、人気なんだそうですね。パフェなんかもあって、こういった本格的なものも作ることができるということですね。さあ、そして広いですね、はい、あ、ごめんね、ごめんね、ごめんね、そしてね、あの最後、食欲の秋ということですけど、あ、みんな仮装してきてた、ごめんごめん、今ね、N スタやってるの。あ、こんにちは、マリオ、あ、ね、こんな感じでね、そう、お姫様、はい、いいね、じゃあ食欲の秋ということでいきましょうか。、はい、どうしました、こちらなんですけど、食欲の秋、はい、さつまいものブルレということで、これまんまさつまいもなんです、これ。あ、あ、なるほどね、はい、いただきます。うん、お、あ、さつまいもの自然の甘さと、このブリュレの上のね、砂糖を焦がした感じの香ばしさがすごくいいですね、うん、はい、ということで、11月10日まで行われているということで、この装飾は12月1日までです。みんなごめんね、ありがとう。